皆さん、こんにちは。水おじさんです。今日の動画は、WWDC23 で買ってきた Apple レアグッズプレゼントの動画になります。6月上旬にですね、WWDC23 参加のためにアメリカに行ってきたんですけれども、アメリカのクパチーノには、ビジターセンターというお土産屋さんと、元本社の Apple インフィニティループというところにもショップがあるんですけれども、その2店舗で、そこでしか買えないグッズを買ってきたので、皆さんにプレゼントしたいと思います。ちなみに、たくさん買ってきましたけども、半分がプレゼントで半分はもちろん私のものです。まあ一応紹介はします。そして今回なんと WWDC23 のリポートに関してですね、なんと私水おじさんが Mac ファン8月号に2ページ掲載されます。素晴らしい。前回は裏技の紹介で載ったんですけれども、今回は2ページコラムを執筆させていただいております。私の写真の方も載ってますし、WWDC の当選から開始前の様子、そしてパーク内の写真とかまだお見せしたことないものも全部マクワン8月号に載ってますので、6月29日発売。今回この動画28日に公開されていると思いますので、明日発売です。もちろん全国の書店で買えますが、概要欄に Amazon と楽天ブックスのリンクの方を貼っておきますので、よかったらご購入ください。他にも WWDC の特集たくさん載ってますのでチェックしていただければと思います。ということで買ってきたものプレゼントするものから紹介いたします。まずはですね、こちら Apple ビジターセンターの方で買ってきたものがこちら、今2つの袋があるんですけれども、 Apple マークの入ったこの袋、これにですね T シャツが8種類入ってます。このうち4種類をプレゼントしたいと思います。でどんなものがあるかというところをちょっとお見せしていきますが、そもそもですね、箱自体がこれ T シャツなのに高級感があります。すごいですよね、この感じ。もう真っ白ですよ。ちょっと後お見せしますけども、どんどんこんな感じで8種類あります。デザイン的には大きく分けて2種類なんですね。一つはアップルパークの絵が入ったような T シャツですね。ちょっと今1個は開けますが、こんな感じのものがねプリントされたものが4種類あります。一気にお見せするとこんな感じ、この4種類がプリントされたものがあります。これはですねアップルパークと入ってるので、まさにねそこでしか買えない T シャツになります。そして大きく分けて2種類目がこちらですね。こちらですねリンゴマークにレインボーがあるデザインになってます。そして色が4種類、この8種類を T シャツの方は買ってきました。でこのうち4種類をプレゼントするんですけれども、 T シャツは全て申し訳ないんですけど L サイズになってます。皆さんが着れるようにと、まあ、L だとねちょっと大きすぎるという方もいるかもしれないんですが、着れなくなるというよりはとりあえずね着れるものということで L サイズにしましたので、皆さんご了承ください。でこれ1個はですねアップルパークスティーブジョブズシアターという風になってますので、これなんかはですねやっぱり人気があるものなんじゃないかなと思います。大きく分けて2種類のうち2つだけちょっと開封してみますね。こちらスティーブジョブズシアターの方とレインボーのソフトグリーンの方を開けてみます。じゃあスティーブジョブズシアターの方ちょっと開けてみますね。どんな感じになっているのかというと、よいしょ、こちらですね。じゃん、はい、このデザインがねパッと見ですぐ見れるようになってます。これアップルパークのスティーブジョブズシアターですね。ここスティーブジョブズシアターのイラストが載ってます。これはちょっと貴重ですね。これが一つと、こっちソフトグリーンの方も開けてみるとこんな感じ。ちょっとね畳んだままだとリンゴマークが少し見えづらいですが、ここにリンゴマークが入ってます。こんな感じでかなりね可愛い感じになってます。で今回この8種類からプレゼントするのは、今ちょっと開けてしまったやつは申し訳ないので、というかスティーブジョブズシアターは渡したくないのでプレゼントするのはこちらですね。ネイビーブルーとホワイトのアップルレインボーの T シャツとアップルパークのデザインのもの2つ、計4種類、これ4名の方にプレゼントいたします。応募方法は最後にご紹介いたします。これが T シャツ、そしてもう一つがこちら、結構入ってるんですけれども、こっちの方がですねちょっと激レアの可能性があります。でこっちは元本社アップルインフィニティループの方で買ってきたものになるんですが、こちらでも T シャツが売ってて、これの方がちょっと人気高いかもしれません。こちらになってます。本当にシンプルにアップルのマークが入ってるだけのもの、これの方がね好きな方いるかもしれません。レッドとグレーですかね、この2種類、このうちですねこちらレッドの方をちょっと開けてみましょう。なので結局 T シャツとしては10種類私買ってきたことになるんですね。でこちら開けてみましたが、ロゴはちょっと見当たらないようなので一旦ちょっとこっちは開けてしまいますか。プレゼントするのはグレーの方にしたいと思います。こっち開けてしまって申し訳ないので、
こちら出してみましょう。はい、このような感じで、こんな感じですね。真ん中にアップルのロゴがある、本当にシンプルなもの。こちらもね、 L サイズになってますので、このレッドの方は開けてしまったので、グレーの方プレゼントしたいと思いますので、これもね1名様となりますので、これで今のところ5名に当たるということになります。そしてグッズとしては一番使いやすいと思われるこちらですね、マグカップ。これも2種類買ってきました。2種類買ってきたので1つだけプレゼントしたいと思います。これね、ストアでも説明があったんですけれども、メイドインジャパンだそうです。これ、ね、私は知らなかったんですが、知ってる方はおそらく知っている有名なブランドみたいです。このハサミというところのブランドで、それにアップルのロゴマークを入れてもらったんだというお話をしてました。こちらです。これシンプルでいいですよね。本当にこれ、このマークが入っているだけで、裏にはハサミとメイドインジャパンという言葉が一応入っております。本当にこれだけのマグカップになってるんですが、これアップルらしくてやっぱりいいですよね。でもう一つの方、色お見せすると、こちらをねプレゼントにしようかとは思うんですが、取り出すとあれなのでお見せするだけにしておきますが、ブラックです。ブラックのマグカップ、アップルロゴが先ほどと同じように入っていますので、こちらのマグカップもプレゼントいたします。これで6名、今回はこの6名分プレゼントになります。でそれ以外に私が買ってきてプレゼントしないものはこちらです。アップルのノートとアップルのボールペン、これアップルペンシルですよね。アップルペンシルの方、こちらボールペンになっていて、なんとこのボールペン35ドルします。さっきのマグカップとかは25ドル、 T シャツが40ドルなんですけれども、このノートも25ドルですね。でこれ一番ちっちゃいんですけども、このボールペンはなんと35ドルということで、これね多分貴重なので、これ開けてみましょう。この真のアップルペンシルには何が入っているのかということで、こんな感じになっていて、これを開けると、おーおーすごいかっこいい。これは私もね、中に入ってるの初めて見ました。こうなっていて、これ抜くだけですかね。はい、抜いてこんな感じになっていて、これです。これが真のアップルペンシル。あー、リンゴマークがここにありました。すごいかっこいい。これですね、説明受けたのは何種類か色あったんですけれども、 iPhone 5S と同じカラーリングになっているって言ってましたね。今回そのうちねシルバーにしたんですけれども、これどうやってペン出すんだ。あ、これ回すんですね。回すとペンが出て、反対に回せば閉まるといった形になってます。やばい、これアップルロゴが入ってんのやばいですね。35ドルです。しまうときはここに刺して、これでしまいましょう。はい、でこれのペンで書くのがこちらアップルのノートですね。これもちょっとね開けてみましょうか。まず真ん中にアップルロゴありますけれども、はい、あ、手触りすごくいいです。手触りすごく良くて、アップルマークがあって、中身はですね普通のノートですね。本当に普通のノート、こんな感じになってます。特にここの中にアップルという表記とかは特になく、まあまあ大きめのサイズのノートになっております。なのでこちらはプレゼントいたしませんが、アップルのインフィニティループでしか売ってないものとなります。これ結構貴重ですよね。で応募方法なんですけれども、今回もツイッターを使います。でツイッターの方で簡単に応募できるように、応募はもうリツイートだけとさせていただきます。ただし希望商品がある場合はリプライに記載してください。 T シャツはすごく細かくなってしまうので、 T シャツかマグカップ、この2種類だけにさせていただきます。 T シャツはもうランダムで済みませんが、どれが当たるかわからないというところでお願いいたします。もちろんリツイートだけでいいです。リツイートの中からランダムで選ぶんですけれども、その方がもしリプライで希望商品書いていたら、なるべく優先してね商品の方を分けたいと思いますので、よければリプライの方もお願いいたします。そして今回は合計6名になります。5名が T シャツ、1名がマグカップ。なのでマグカップは少しね競争率高い可能性があります。そしてねリツイートされた中から本当に完全にランダムで選びますので、そこはご了承ください。そしてこのリツイートはですね、7月7日金曜日の23時59分までのリツイートとさせていただきます。そして注意事項、これね必ず守ってほしいんですけれども、これ系のプレゼント企画を行うと絶対に偽物の私が現れて DM を送ってきます。そして DM を送ってきて、変なリンクを踏まされて当選おめでとうございますみたいな画面が出て、そこにクレジットカードとか口座番号とか入力させられそうになったら絶対に嘘ですので、騙されないでください。なのでちゃんとツイッターを見て、これから当選者に DM 送りますというまで私は DM 送ることはありえないです。7月7日前に DM 行くことはありえないですし、見知らぬ URL を踏ませることもありません。基本的に私から送られるのは当選があった場合、当選おめでとうございますと、あとはヤマトさんの匿名
名配送、これの仕組みを使ってお互いに住所氏名知られずに配送できる仕組みがありますので、それを使いますので、個人名知られたくないという方も全然安心ですので、お気軽にご応募ください。ただその時に私から住所の方を入力してくださいというヤマト運輸のサービスの URL は送ります。そこだけは私ですので、まあその前にね、私とのやり取りが必ずありますので、偽物じゃないっていうのは分かってくれると思うんですが、そこだけは入力お願いいたします。当選したらの話ですね。ということで、そう簡単には手に入らないこちらのね、アップルグッズの方、ぜひ今回を機に入手してみてください。また最初に話した通り、先月に続いて Mac ファン8月号に私のね、今回はコラムの方が掲載されています。 WWDC の熱気をお伝えしていますので、写真の方も載っています。こちらもぜひ概要欄からチェックしてください。 Amazon と楽天ブックスのリンクの方を貼っておきます。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、本当にいつもご視聴ありがとうございます。さようなら。